NGC4151 は、両剣座の領域にあり、地球から6200万光年離れた位置にある、中間渦巻き銀河である。1787年3月17日に、ウィリアム・ハーシェルによって発見された。この銀河は、1943年に、カール・セーファートが表し、セーファート銀河という言葉が生まれる元となった論文に、書かれた2つの銀河のうちの1つで、 活動的な超大質量、ブラックホールを持つ銀河の中で最も近いものの一つである。中心の超大質量、ブラックホールは、4000万太陽質量と1000万、太陽質量の二つのブラックホールが15.8年おきに、互いに周回していると推測されている。その見かけから、NGC4151 のことを、アイオブサウロンというニックネームで呼ぶ、天文学者もいる。 NGC4151X 線四角データ電波観測 NGC41511970 年に NASA の X 線天文衛星ウフルは誤差範囲が0.56デグにあるもののこの銀河から来た X 線を検出した。しかしこれについては議論があり。 トカゲザ BL 型天体の 1A1207.9、e、プラス3945を検出したのかどうかが問題点である。部屋をマイナス1は X 線源を 1H1210 プラス393と検知している。見かけの位置は一致するもののウフルの誤差範囲とは離れている。X 線の放出については2つの可能性が挙げられている。ありがとうございます。